イレーヌ・ネミロフスキーは現在のウクライナに生まれ、フランスで活動した小説家、ロシア帝国領だったウクライナのキエフに生まれた。1918年、ロシア革命の最中パリに移住し、1920年にはソルボンヌ大学に入学する。大学ではロシア文学を専攻した。1926年に銀行員と結婚、1929年には 長女が誕生する。1929年にダビッド・ゴルデルがベルナール・グラッセより出版され、作家としてデビューする。同作はジュリアン・デュビビエ監督によって映画化された。1932年にはクリロフ事件がピエール・ブレッソンが主催する政治・文学年報に掲載され、翌年に刊行された。1939年には夫と共に カトリックに改修する。1942年、ナチスドイツ占領下のポーランドのアウッシュビッツで、極中死した。戦時下の人間描く一大絵巻。朝日新聞。2018年8月28日閲覧。スイートフランセーズ、ユグックディストリビューション。サイトウェブ、ネーム。2019年7月6日閲覧。ありがとうございます。